6月15日午前の取引が終了しました。日経平均株価は続落しています。今日の全引けは昨日と比べて194円85銭安の 26,435 円01銭となりました。トピックス東証株価指数も 13.45 ポイント安、 JPX 日経400 131.25 ポイント安とそれぞれ下げています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 26% 482銘柄、これに対して値下がりが約 70% の1282銘柄となりました。変わらずが約 4% の74銘柄ほどあります。全体のほぼ7割が値下がりという東証プライム市場の構成。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って下げています。商いは通常のボリュームと言っていいでしょう。今日全引け段階での東証プライム売買高が5億8000万株余り、売買代金は1兆3244億円、1兆3000億円台という売買代金ですから、このペースで5番も続けば1日通して2兆円台後半という水準、通常のボリュームと言っていい水準、特に多くもなく少なくもなくというところでしょうか。今日は朝方から今日も売り注文が先行して始まりました。で、最も日経平均株価、昨日まで3日間下げ続けまして、合計しますと1800円以上3日間で大きく売られた、下げたということもありまして、値頃間からの買い物も入りやすかったという環境とはなっています。ただそうは言いましても、注目されますアメリカの連邦公開市場委員会 FOMC の結果発表を間近に控えまして、積極的に資金を振り向ける動きはかなり限られたという強前場の動きであります。大きく売られたという動きで状況ではありませんけれども、それ以上にやはり模様眺めムードの強い中で買いが手控えられたと、いわゆる運用リスクを避ける動きが全体的に優勢だったということで、日経平均株価は下げています。一番安いところ午前10時過ぎには下げ幅200円強220円余りに広がる場面もありました。その後は若干押し目買い、買い戻しなどもありまして下げしぶりましたが、なかなか戻すには至らなかったということで、結局全引け段階でも200円近い下げで終わっております。日本時間の明日の未明発表されますアメリカの FOMC で 0.75% の利上げが発表されるといった見方が市場では支配的でありますが、その内容あるいはその後のパウエル FRB 議長の会見などを確認したいといったムードが市場を支配しています。そういった中で全体下げています。下落している銘柄としまして、決算発表を受けて大きく売られた銘柄パーク244666がありました。こちらは24時間無人の時間貸し駐車場タイムズなどを運営している会社でありますが、昨日の引け後に発表しました今10月期の第2四半期上半期の決算で最終損益が赤字になったということが言い訳されました。10月末を基準といたします株主優待を中止するといった発表もありまして、これも個人投資家の売りを誘った要因になったという見方があります。逆に上昇した銘柄としましては、ヤーマン、美顔器やソーシングなど家庭用の美容器具などを手掛けておりますヤーマン6630、こちらが大幅高となりました。3営業日ぶりに年初来高値を更新しています。こちらも昨日の決算発表が手がかり材料、昨日発表しました全4月期決算が大幅増益で着地、合わせて公表しました今期23年4月期についても2桁増収増益最高益更新を見込んでいるという会社側の業績見通しが素直に好感されています。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。